鹿児島偉人カルタ。お願いします。さあ、はい、今回はどなたでしょう。カヨンジ長五郎です。名前は皆さんご存知、はい、私も知っております。図書館とか、ね、作家さんですから ね、 いますね、はいはい、最近本当にこのカヨンジ先生も話題になりまして、はい、なぜ話題になったかと言いますと、冬季オリンピックがありまし て、はい、ました羽生結弦選手がフリーの曲で天と地とのオープニングテーマ、大河ドラマですね、はい、の曲を使ってあのスケートされていて、その天と地との原作を書かれたのがこの海音寺長五郎さん。鹿児島の人なのよ。そうなんです。ちょっと自慢、はい、ちょっとゆずるくんが滑ってるって思いながらですね、私も嬉しいと思って応援しておりました。おディーン様の時といい、はい、ちょっとときめき側ですね、はい、そうですね。自伝文学といってあの歴史上の人物とか事件をこう史実をもとに書かれる作家さんということなのですが、生まれがあの大口の生まれで、うん、はい、しかも明治時代に生まれているので、実際に西南戦争に従軍した方たち、古老の方たちから、はい、うん、こんなんだったんだよっていう話を聞いてお育ちになっているので、まあ、西郷隆盛の本をたくさん書かれているという方ですね、うんうん、実際に自分で聞いてっていうところがまたポイントですもんね。ですよね、うん、実際に聞いた話でこう想像されて研究もされて書かれているので、うん、そうなんだ。そう思って本を手に取るとまた自分たちも違う、読むときにそうですね、ですね。はい、史実をもとに書かれる方なのですごいたくさんの本をお持ちで、蔵書が、約7500冊をですね、今鹿児島県立図書館に寄贈されているので、うん、私たちも実際に先生が手に取られていた本を読むことができる、そして借りることができるという。あ、そうか、そうなんです。普通に貸し出しされている本、はい、執筆作業されてる机とかがですね、はいはい、再現されてたりとかするのですが、なんでこの55人のカルタの偉人の中では一番存在を感じやすい人なのかなと思いますね。実際に使用されてたものを手に取ることができるので、はい、かなり身近に、身近な方で、私もあの借りて読むんですけど、はいはい、あ、なんか指紋がついてるのかなって思いながらですね。はい、そう、確実に手に取ってらっしゃるわけですね。はい、ちょっと興奮しながら読むことができるという。もうイマジネーションの世界ですね。そうですね。あの皆さんもぜひですね、あの県立図書館に行った時にはあの文庫コーナーがありますので、はいはい、お立ち寄りいただきたいなと思います、ね、ちょっと気持ちがまた違った意味で楽しめそうですね。そうですよね。鹿児島近代文学館にも常にあの展示コーナーが設けられてますので、そちらの方でもですね、先生のことは詳しく学ぶことができます。1階にこうフロアがありますもんね。そうですね、1階に、はい、ぜひ、ちょっともう1回見に行こう。もう1回、はい、改めて見に行っていただけると嬉しいかなということで、で特にまた大口出身ということで、こう身近に感じられるところがですね、大口高校の校歌は鹿代治先生が作詞をされています。あ、そうなんですか。はい、あの今学生さんたち歌ってる、歌ってらっしゃる。へえ、はい、私もお世話になってることがありまして、うん、レブニャンに持っていただいているのですが。あら、何ですか。そこにあるのはイサニシキ、大口酒造のこのイサニシキという字はですね、あの海音寺先生が書かれております、ここにちっちゃく海音寺長五郎とサインがしてあるんです。皆さんお気づきでしたでしょうか。いやいや、そこまで見てないし。ですよね、皆さんのイサニシキ飲まれて、あの黒イサとか飲まれる時は、実は先生の字を常に目にしていたというですね。うわー、そこは知らなかった、はい、もしかしてそのイラストというか背景も何か意味が。あ、背景はですね、あのそぎの滝を大口だから、だから、はい、イメージされてるみたいですね。さらに身近。これは新本豊臣さん家にはいつもストックとしてある感じ。あ、そうですね。そうですね、はい、あの瓶の方も瓶も瓶の方も、はい、今日は紙の方も。
先生いただきますっていうのは、そうですね、あのこの字を見ながら、はいつまみに、すがーちょっと楽しみ方が違いますよね、はい、普通とちょっと違うぜひぜひこの焼酎を楽しむときはですね、はい、あのどういうラベルをしてるのかなというところも気にしていただいたら、すごいお酒飲むのも楽しくなるのかなと。そしてカルタを見ながらさらにね、はい、そうですね、深掘りして深掘りをしていただければ嬉しいですね。はい、勉強になりました、はい、ありがとうございます。四田閣伊佐の文豪天と地と、四田閣伊佐の文豪天と地と、卒音の元会卒音私の名前が書いてありますよってことですね。ここにサインがありますので、はい、それは知らなかったですいや楽しみが倍増しました。ありがとうございました。ありがとうございました